京国一京は、鎌倉時代中期の苦行、歌人、藤原北家三子左流、県大納言、藤原ため家の三男、京国家の祖、赤月期,期に見えるため家邸で出生した男子がため京であるという、火六元年12月29日に元服し、逆人元年4月10日の字目で、左平左となる。任時3年正月5日には、 14にした同年3月7日には、右少々となるには中将に任せられる。当時の花壇では父田め家に対抗する半身子左派が出現しており、ため教は、還元元年に、ため家が犯者となり、行われた可愛者歌合わせで初めて歌合わせに参加し、法事元年の因歌合わせでは、作者として参加している。県庁3年には、ため家セの直線和歌集である。 続語戦は歌集に二種が初日州として日州し、モズは歌集など、半巫子左派の四川州や、レンガ戦州である、つくばにも日州している。また、時期は不明であるが、富谷、聖夜賞には、西音寺別邸の吉田泉殿でも用された、レンガ界へため家はため教を伴い施行し、滝の音が耳障りであったところを司教が起点を、聞かせて滝を塞いだという逸話を記している。 しかしながら、兄のため氏と比べて下段における地位は低く、聖阿衆によれば、和歌に関して、兄弟の中には、不和があったと言われ、宗家との対抗意識は、京国派を確立する時代の、ため剣期にも引き継がれている。県長六年には、西恩寺家の家史となって、西恩寺実のに近似し、西恩寺家の家史別当三千宮美港の娘を室に迎える。 昭和2年11月には、倉人頭に任せられるが、翌昭和3年7月には、倉人頭を辞して、十三に右、表へ得として苦行に劣する。校長2年正月に肖像らい、文英5年正月に、十二位に少女。公安百首では、ため金と共に作者として参加している。ありがとうございます。